次に斉藤アレックス君。斉藤君、ありがとうございます。国民民主党の斉藤アレックスでございます。まず冒頭、特定外来法に関する質疑をさせていただく前に1点、繰り返し私委員会でも質問させていただいているメガソーラーというか、ソーラーパネルの設置の件に関して質問させていただきたいと思います。私今回初当選でこの環境委員会で与野党問わず多くの先生方がソーラーパネルの立地規制が必要ではないかという質問をされていることに大変ありがたいなと、問題を抱える選挙区のところを活動している一人として大変ありがたいなと思うんですけれども、その一方で、立地規制を導入することの難しさというものも環境省の皆様であったりとか同僚の議員の皆様からも伺っていますので、なんとか、さらに取り組みが必要だということで活動していきたいと思っていたところでありましたけれども、今週の火曜日ですね、 NHK の報道で、経済産業省や環境省、国土交通省、それに農林水産省が連携してパネルの設置を制限する区域を設定する方向で検討を進めるというような報道がありまして、大変良い動きだというふうに考えております。ぜひともですね、これを早急に進めていただきたいと思っていて、まだこれからというお話だとも伺っていますけれども、ぜひともその規制の実現であったりだとか、あるいはどの程度の規制を設けていきたいのかとか、そういったところの意気込みのようなものをですね、環境大臣から伺えると思っておりますけれども、お願いいたします。山口環境大臣。太陽、風、水、地熱等の再生可能エネルギー、今特にその重要性は増しているということは国民の理解はあると思うんです。ウクライナの情勢もそうですけれども、去年の10月に 18% から36なり38に増やすと、いろんなことが重なって、でただむやみやたらに増やしたらいいというものでないということも最近特に強く発信させていただいているところです。でこの再生可能エネルギーの最大限の導入のためには地域において合意形成が図られる、そしてまた適正に環境への配慮がなされていると、そういう再エネを促進することが重要だと思っています。他方残念ながらその地域への説明をおろそかにしている事業者や不適切な土地造成により則面崩壊等のリスクがあるような太陽光発電事業など安全性や環境への懸念から地域で迷惑施設と捉えられている再エネ事業も存在しているというところが問題意識の共有されているところだと思います。環境省としては適正に環境配慮がなされず丁寧な合意形成が図られていない再エネについては環境影響評価法の環境大臣意見などにより今後とも厳しい態度で臨むものです。また地域と共生する再エネ事業を促進するため今月から施行された改正温帯法をしっかりとまた活用していこうと思います。さらに関係省庁が連携を強化してということで先ほどおっしゃっていただいた環境省、経済産業省、農林水産省、国土交通省が共同で有識者検討会を設置して政策的検討を開始したところです。昨日第1回を開催しました。さまざまな報道がなされているんですけれども現時点においては取りまとめの方針はまだ未定です。そしてこの検討会においては自治体などまず関係者からのヒアリングを行って地域における実態を丁寧に把握したいと思います。そしてその上でどのような政策的対応が必要かについて有識者の方々に忌憚なく対極的なご議論をいただきたいと考えています。で検討会に一定の取りまとめが行われる時期としては夏頃がめどと考えています。環境省としては有識者のご議論を踏まえて再エネ導入推進と適正な環境配慮や地域の合意形成の確保とのバランスを図る観点から制度的対応の必要性も含めて関係省庁とともに必要な検討をしてまいります。斉藤君。ありがとうございます。ぜひ、夏ごろということでございますのでぜひいい中身をとなることを願っています。私も先週末ですねちょうど、うちの地元で問題になっている地域の方々と意見交換会を開催をさせていただいて改めて工事現場を見させていただいたんですけれども、斜面であるということは繰り返し申し上げてますけれどもその、建設地域のキワキワまで普通に住宅街が広がっているその中の斜面であるということでやはりとても危険だなということを感じました。でこれからその中で私も地域住民の方からの不安であったりとか、お叱りの行為とかも受けてですね改めて取り組んでいかなければならないと思ったんですけれども、今後今
固定買取価格がだんだんと太陽光でも下がっている中で、関係の業者に聞くと、その山間地、山林地を切り開いて作っていかないと、採算がもう厳しくなっているというような意見をおっしゃる方もいらっしゃいまして、まあ、やっぱり林業も衰退をして、そういった森とかを持っている方、管理する財力もなくて、手放してしまいたいと、二束三文で売り払って、そういったところであれば、まだパネルを作っても採算が取れるということで、まあ、今後ですね、こういったところに建設が、まあ、規制を早くしないと、建設がどんどん進んでしまう危険性があると思っております。でこれはちょっと通告をさせていただいて、なかなかご回答は難しいと思うんですけれども、やっぱりそういったことを考えるとですね、山を切り開いたりとか、木をなぎ倒してパネルを、太陽光パネルを設置するというのは、そもそも何か矛盾を抱えていますし、危険なことがどんどん発生してくると思いますので、その山林を切り開いて太陽光をパチする、設置すること自体をですね、基本的には禁止をするということが良いのではないかと思うんですけれども、そういったことに関して何かご所見をいただけたらしますでしょうか。山口大臣。まあ、確かに景観の問題もありますし、もちろん土砂流出、あるいは濁水の発生、あるいは防災上の、ひいては防災上の懸念など、さまざまな問題が生じているということは、残念ながら事実だと思います、まあ、そういう意味で私もその山林切り開いてまでやりましょうということは思っていません。で、例えばその CO2 をこの吸収して、それから酸素を出す山林を削るということは、これ自己矛盾してますからね、まあ、その意味でも、まあ、そういうことに対しては非常に躊躇を感じます。で、まあ、これからペロブスカイドとか、いろんなその太陽光 その仕組みも出てくるはずですから、別にその山林を切り開いてということでなくても、よくなるように早くしなければいけないなと思います。まあ、もう結論的にはまだ今斉藤議員おっしゃられた山林を切り開いて太陽光パネルを設置すること自体の規制というところは今まだ結論は持っていません。他方その関係省庁が先ほど、ね、集まって連携を強化してさらなる再エネ導入を適正化を図るための有識者検討会、ここでもっていろいろとその実態を把握させていただいて再エネ導入推進とそれから適正な環境配慮や地域の合意形成の確保とのバランス、これを図るためにはどういう制度的対応が必要かどうか、それを関係省庁とともに必要な検討をしなければいけないと思っています。斉藤君、ありがとうございます。ぜひ、大臣の思いが反映された形で最後取りまとめに立っていただきますようどうぞよろしくお願いします。時間もあれなので最後に1問だけちょっと、本案質疑の方させていただきたいと思います。1問飛ばさせていただいてですね、地方自治体に対する財政的な支援のことについて少しお伺いをさせていただきたいと思います。私の地元琵琶湖を抱えておりまして、この侵略的外来水生植物対策というのに毎年多額の経費がかかっています。これは予算委員会の分科会のところでも大川副大臣にご質問させていただいたところですけれども、まあ、大花水金梅と呼ばれるような植物の大規模な繁茂によって、まあ、大変コストがかかっているということで、まあ、今回の法改正によってですね、地方自治体にこういった外来生物対策を行う義務といったものが設かれることになっていまして、まあ、しっかりと財政支援をしていただけるのかということの心配の声が都道府県から上がっていると思うんですけれども、まあ、こういった財政支援をしっかりとしていただけるというご認識で大丈夫か、お回答いただきたいと思います。山口大臣。滋賀県におかれてはその琵琶湖の外来水草など外来生物の防除に尽力されているということで、まあ、感謝を申し上げたいと思います。またそういうふうに認識しています。外来生物対策における地方公共団体の役割は、まあ、一層重要になっていると思います。でその意味で改正法案では地方公共団体の責務を新たに規定するとともに地方公共団体における防除の円滑化を図る規定を盛り込んだところです。地方公共団体の支援を講ずることも国の責務として規定しています。地域の実情に精通しておられる地方公共団体、あるいは民間団体等が行う防除は非常に重要です。その意味で、ご指摘の財政的支援については、地方公共団体等による防除の支援を行っている生物多様性保全推進支援事業を含む必要な予算の確保に努めていきたいと思います。斉藤君。以上で質問を終わりました。ありがとうございました。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので直ちに採決に入ります。内閣提出、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました本案に対し、関係一郎君ほか4名から自由民主党、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党および国民民主党無所属クラブの共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から